今日のアーセナとか、すごくスマートでいいサッカーしてるし、ちゃんと切り替えもすごいんだけど、やっぱこの失点のシーンっていうのは、サイドで1対1になった選手にマルティン・エンリがついてると。まあみんなもちょっと戻せるだろうか見てほしいの。マルティン・エンリがついてて、その内側からジャカがいってんだけど、大外からオーバーラップしていった選手に、状況的には右側にジャカが立ってるから、左のマルティン・エンリがジャカにボールホルダーへのマークが受け渡して、外の選手についていかなきゃいけない。で、これをジャカもコーチングしなきゃいけない。俺ここつくから外行けとか。で、マルティン・エンリもそういう風になるから、ジャカさんお願いしますって言って行かなきゃいけない。でもここ2人ともおそらく声も掛け合ってないし、マルティン・エンリの判断もちょっと遅れたから、クロス入れられて。で、入れられるときに、ボールウォッチャーになってるし、セドリックが。プラス、相手のことを見るだけじゃなくて、視覚が無理な触覚でちょっと触っといたりとか、クロス上がった瞬間に、触っといたら離れたときに体ぶつけるとか寄せるとか、そういう当たり前をやった上でこのスーパーゴール決められたのは仕方ないけど、まあ、それでもすごいゴールなんだけど、でもやっぱ当たり前をやってないから、チャンスの起点ができるし、その後の得点もあるから、やっぱりすごいサッカーっていうのは、当たり前ができた上でそこにフォーカスされる部分だから、このアーセナル失点シーンっていうのは、そういうかっこいいサッカーやってるチームが、かっこいいサッカーっていうとね、まあ、自分らのチームこれやってますっていうみたいなこと言ってるからだけど、まあ、そういう現代的な先進的なサッカーをやろうとしてるチームがやっぱりそこの基本をおろそかにするとそれでもやられちゃうよっていうののすごいいい見本になってるよね。Walk with Spain, 今少し眠らせて